皆さんこんにちは、三栄建築設計瀬上です。今回はハウスメーカーの人間が知る、だからこそ知るって言った方がいいのかな、最近人気のオプション、これをご紹介したいなと思っております。詳しくご説明しますので最後までよろしくお願いいたします。それではスタートします。まず一つ目、大人気のこちらスマートキーです。これはですね、玄関ドアに使うキーなんですけども、昔は玄関ドアに差し込むキーがほとんどだったんですが、今は車のように近くまで行ってボタンをポチッと押すと自動的にガチャガチャとキーが開く、これが今スマートキーで人気です。中にはカードのキーもありまして、お子さんなんかはそのカードを持ってランドセルにぶら下げとくとスイカのようにピッタッチするだけで鍵が開きます。これのメリットとしてはですね、カードを自分で登録することができます。登録するので人数がたくさん必要、まあおじいちゃんおばあちゃんにも持ってもらおうとか、そういうこともできますし、万が一紛失してもですね、再登録ができたり、そういったことも便利です。実は電気がドアの中に通ってます。電池とかではないので切れる心配がありません。ただ停電の時はですね、切れちゃいますので、その時はいくらやっても通電していませんから、停電の時は使えなくなります。電池です。電池がドアの中に何本かな、4本か5本ぐらい単三電池が入ってるんですけども、それを入れることによってカードが開くようになります。これのデメリットとすると、電池が切れると開かなくなるというふうなのがあるので、当然電池は切れる寸前に電池なくなってますよって表示が出てきますから取り替えればいい話なんですけども、そういったメリットデメリットありますので、両者どちらがいいのか選んでいただければと思います。値段はですね、だいたい5、6万円ぐらいから。高いものではインターホンと連動して、例えばお客さんピンポンというと遠隔操作で2階からピッてやるとギガチャガチャなんて開くものがあるんですね。それはもうちょっと高くて5、6万からだいたい10万ちょっとぐらいまで値段の差があって、機能差がありますから、担当の営業さんとか設計さんに相談していただいて選ばれるといいと思います。非常に便利です。皆さんこれをだいたい9割ぐらい大抵の方はオプションで使っていきますので、もう標準にしてもいいんじゃないかなと思いますけども、スマートコントロールキーぜひ使ってみてください。2つ目はですね、共働き世帯にぜひおすすめなんですけども、カンタク、これ東京ガスのものなんですが、皆さんもしかしたらもう洗濯機に普通に乾燥機ついてますから、それを使われてる方も多いと思うんですけども、カンタクっていうのはガスで乾燥だけをする機能がついているものになります。簡単に言うとコインランドリーです。家にコインランドリーみたいなものがあるというふうに考えてください。うちも共働きで洗濯物結構大変なんですけども、子供が2人いるんですが、カンタ君っていうのは洗濯機とセパレート上につけられるものなので、上で乾燥しながら下で洗うってことができます。ですから今生乾きのものを1回カンタ君に入れて乾燥しつつ下で洗う、で下で洗ったものは干せるし、上のもの生乾きのものはカンタ君で乾燥できる、このいい循環ができます。もう一つメリットがありまして、これが何がいいかというと排気なんですが、カンタ君は乾燥した水分をですね、排気口があって直接外に出してくれます。電気型の乾燥機ですと室内へこう水蒸気を出してしまうんですね。そうするとなんかこう洗濯で乾燥した時にパッと入るとですね、うわっ蒸し暑みたいな感じになると思うんですけど、カンタ君の場合それがありません。3番目の特徴としてですね、早く乾燥できるというのがあります。電気式の乾燥機ですとだいたい1時間もっとかかるかな、下手すると3時間ぐらいかかっちゃうものもあります。カンタ君ですとですね、長くても1時間ぐらいで本当にふわふわに乾燥できるんでおすすめです。私自身も使ってますけども、非常に快適でよく乾燥できますのでおすすめではあります。お値段なんですが、どこで買うかにもよるんですけども、私たちでも当然設置はできます。設置料込みでだいたい16万から18万ぐらい、まあ20万いくかいかないかぐらいだと思いますね。当然量販店の電気屋さんでも売ってますから、そういうところに頼んでいただいても結構です。やっとかなきゃいけないのは、必ずですねガスの乾燥機なので、洗面化粧台だとかその洗濯機が来るときにガスのコンセントと電気のコンセント、これを準備しておけば後からでもですね簡単につけられますので、将来つけるかもしれないななんていうときは、そのガスのコックだけはオーダーで頼んでおいていただければと思います。最近人気が出ている一つの要因としては、やはり皆さん共働きのですねご夫婦増えてると思います。共働きで家事される方はですね、ぜひ簡単ですねご検討されてみてはいかがでしょうか。
番外編としてですね、おすすめするものがあります。一つは室内物干し金物といいまして、これ1万円前後ぐらいで買えるものなんですが、今日雨降りそうだなっていう時に室内に干して出かけたいっていう時につけられるものです。非常に簡単なものなんですが、最初に頼んでおかないとですね、天井に下地を入れます。これは大工さんが入れてくれるんですけども、それがないと落っこっちゃいますので、必ずそれをつけたいっていうことを申し出てください。そうすると大工さんの方で下地を置いててくれますから、5キロとか荷重がぐっとかかってもですね、ドーンと天井が落ちてくる心配がありませんから、まずそれをやってください。あとは間接照明ですね。最近 LED になってきましたから、電球の交換が必要ありませんので、ぜひ間接照明使ってみてください。これも設計さんだとか工事の方に頼んでいただけると素敵な間接照明作ってくれますので、おすすめです。3つ目、これがですね、壁掛けテレビ。これすごく増えてます。最近ブルーレイだとか DVD だとかだいぶ減ってきてます。ネット配信の動画とかが非常に増えてますので、テレビをポツンと壁に掛ける、これも非常に増えてきています。あと配線がちょっと見えない工夫だとか、デッキとどうやってつなぐのかっていうのは考えなきゃいけないので、必ず壁掛けテレビしたいですっていうのを担当の営業設計の方に言ってみてください。テレビ重いです。まだかなり重みがありますので、壁の下地、これ絶対入れとかなきゃいけませんから、壁下地が必要になったり、あとはどこにつけるか、コンセントが見えて配線がピュッと見えてテレビなんていうのはかっこ悪いですから、テレビの裏に上手に隠れるように設計しないといけないので、そういったことも含めて設計と工事の方に頼んでいただければと思いますので、ぜひその辺も検討してみたらいかがでしょうか。こちら壁掛けテレビですけども、デメリットございますので少しお話しします。デメリット、これは展示場に作っちゃってるので、ここを書き込んで埋め込んじゃってますから、ここまでしちゃうとサイズが大きくなった時は壁ごと変えなきゃいけなくなっちゃいますから、掛けるだけの方がいいと思います。それともう一つ、金具が壁に打ち込んでありますので、大体の場合大きくしたいとかそういう風になりますので、その時は金具ごと交換になりますので、打ち込んである金具、これは素人ではとてもじゃないですけど止められません。必ず担当の大工さんだとか頼んだハウスメーカーさんとかに頼んでいただいて、もう一度やり直してください。最後にですね、お値段の方なんですけども、三重建築設計ではサービスでやらせていただいてます。下地を打ち込むだけですので、設計の段階から相談していただければですね、大工さんの方にお願いしておきますので、そういったこともできます。これはお値段取るところもあるかもしれませんけども、10万もかかることではありません。数万円でやってくれると思いますので、非常にスタイリッシュになりますから、壁掛けテレビやってみてください。いかがでしたでしょうか。注文住宅をですね、考えている方はさっきの3つの流行りのオプションを検討してみてはいかがでしょうか。注文住宅、家づくりですね、これは分譲もそうなんですけども、楽しく家づくりするということが非常に愛着を持ってですね、長くお住まいになれるコツだと思います。知ることでいろんなことを検討できると思いますので、これからもぜひ私たちの YouTube をですね、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。今日今撮影しているのは三重建築設計の浜田山展示場になります。凝りに凝った展示場ですので、ぜひお越しください。それではまたよろしくお願いします。さようなら。